シシ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 これをね、がんの人はもうかなり時間、3時間ぐらいやったりするんですけども、まあ、一般の人はがんの予防であったら、朝ですね、まず右足で15分、空気の切れないところをこうやって15分右足やって、左手で15分やって、右でもう一回15分やって帰ってくる。これだけで十分、病気予防になります。で、仮にちょっと病気になったとしても、これちょっとやったらすぐ治ります。もう安心して、これからこの機構を覚えたらね、安心してもずっと天寿を全うできると。ぜひマスターしていただきたい。そしたら続けていきますね。さっき習ったお話しした昇降開放、気の上がる下がる開く閉じるを利用して三歩、静、気、心、これを補います。これはね、ちょっとイライラしたり精神的に参った時に、お家でもいいですからやるとすごく気が充実します。なんていうかね、これを中国で天人合一って言います。天と人が一つになる、要するに自然と調和する。なかなかこう現代社会ではこう忘れられたことなんですけども、例えば今だったら夜になると綺麗な月が、月光をじっと見て、こう自然と自分のリズム、体の細胞のリズムを合わせる。これ自然と調和するというのはなかなかね、分からないことなんですけども、この気候をやってるとだんだんその意味が分かってきます。気がリラックスして、宇宙の中の一存在として自分が同じサイクルで動いているんだなという感じを受け取ることができます。その感性ですね、感性を豊かにするためにも、この昇降開放をぜひ学んでいただきたい。じゃあやってみます。ちょっとまずは最初見てみますね。予備校は一緒です。予備校をやった後に転脚します。で、まあ、女性は右からですから、まあ、今日は右からやりますね。で、転脚、まず体を前へ出して、から真ん中へ戻ります。そしてまず気をずっと上へ持って上がって、このインドの前で手を合わせ拝む感じですね。で、ここで開く。この開くは実は雲の中へ入り込んで雲を避けるんです。そして次にそこに見つけた月日の明かり、お月さんで見です、太陽で見です、その光を集めてインドに入れる。インドにいたら今度は森に寄る。森で枯れ木を避ける。そしたらそこに花の精を見つけます。花の精を見つけて丹田に入れて、さっきの団柱木まで持ち上げたら今度海に潜ります。で、この時に、ね、足の角度は90度。ここでサンゴの死骸を避けて、真珠のような海の精を見つけて、これ実は、ね、きついんですけども、この足を鍛えることで腎が鍛えられます。腎を鍛えれば老化防止、アンチエイジングです。アンチエイジング、はい。真珠を永遠に入れて、永遠っていうのはちょっと成分、正規のことですね。下そこを入れて丹田まで持ち上がったら真ん中に、今度はかかとで90度回転するんです。これで南北東西の4方向を回ります。で、4方向回ったら次逆方向に4方向回って終わり。これが昇降開放です。ちょっとまあ2方向だけやってみますね。今トイレトイレでやりましたから、転脚、まず気を上げながら前に行く。雲の中へ下がりながら雲を避ける。この時、かかとじゃなくて人差し指、親指の先で木を集めて、インドに入れて、できたら目をつぶりながらの方がいいですけども、最初は開けたことです。大地で、枯れ木をよけて、花の精を持ち上げたら海へ向かいます。海で、サンゴの死骸をよけて、真珠をいただいて、丹田に入れて、そしたら今度はかかとで90度。はい、上がりながら前へ行く。雲の中へ入ったら雲を避けながら下がる。今度は月日の光を集めながら前へ行く。そして森へ入る。森で枯れ木をよく、花の精をいただきに前へ行って、海へ潜ります。で、サンゴの死骸をよくて海の精を、そして地上へ戻ってリラックス、真ん中のニュートラルポジション。そしてかかとでさらに回転して4方向まで終わります。で、4方向が終わったら、さっき習った3回棒を足を揃えてやります。
3回5やったら今度右足からやったら次逆に切り替えます。左足で転球で1回こう前へ行ってからニュートラルポジションを作ってここから上がっていくさっきの逆方向でやっていきます。開く閉じる上がる下がる柔らかく開いて閉じて上がってはい下がる柔らかくリラックスして流れるように止まらない。太極拳と一緒ですね。常に円運動止まることがない。はいですか OKOK です。これが昇降回路。ちょっと難しいけどこれマスターしたらお家で一人でもできますしね。で実はこれ8方向終わった後で結構体もポカポカして何よりも腎が鍛えられる。さっき言ったアンチエイジング酵素をしっかりとってアンチエイジングすれば多分皆さんが50、60になっても綺麗な肌でツヤツヤしてると思います。だから意外とねお化粧をたくさん使うよりか内面から綺麗にする酵素をしっかりとって腎を鍛える補腎腎を補腎するために一番いいのは中医学では腎は色は黒って言われてます。黒いものなんですか。食べ物おお、オッケーオッケー。黒ごま。黒豆。黒豆。そう。僕なんか玄米と一緒に黒豆をご飯に入れて炊いてます。黒豆がすごく。黒豆、黒ごま、黒ひじき、それから黒きくらげ。黒いものを食べるとこの腎を鍛えます。だからお肌をきれいにしたかったらまず腎を鍛える。補腎する。で腎っていうのは補陰にもなります。陰っていうのは水分、血のことです。しっかり補陰をして潤いを持たせる。そして気候でリラックスする。で自然と調和して心もきれいになり内面もきれいになり肌もきれいになり全てがきれいになる。はい、この昇降解剖を皆さんでやっていきたいと思います。じゃあ一通り最後から最後までやってますね。はい、まず転球。はい、右足を前に出して体重を前へ手を横振ったら真ん中へ戻る。はい、1回目上がります。体重を前へ、はい、柔らかく上がって、はい、雲の中へ入って雲を置きます。はい、かかとじゃなくてつま先でね、そうそうそう。はい、気を集めてきて陰道に入れます。陰道に入れたら地上へ戻ります。はい、地上で枯れ木を避けて、はい、気を集め丹田に入れて団中まで持ち上げたら海へ潜ります。柔らかく気が流れるように柔らかく優しい。はい、海の精を丹田に入れて地上へ戻ります。はい、かかとを起点にして90度回転します。はい、ゆっくり柔らかくです。はい、1回目上がります。はい、陰道穴の前で手を合わせたら開きます。雲を分けるようにね。はい、雲を避けたら月日の光を集め陰道に入れて地上へ戻ります。はい、森の中で枯れ木を避けて花の精をいただきます。男性をいただいたら団柱まで持ち上げて海へ潜ります。はい、膝の角度90度。はい、海の中でサンゴの死骸を受け真珠をいただき地上へ戻ります。はい、両手を腰のそばへ戻したら右足をかかとを起点にして90度回転します。3方向目です。はい、行けば、まず1回目上がります。体重前に行って上がります。はい、下がりながら雲を避けます。はい、月を集めたら下がります。はい、地上で下がりながら枯れ木を避けます。はい、花の精をいただき団柱まで持ち上げたら海に下がります。はい、足の角度90度。はい、サンゴの死骸を避け真珠をいただき円に入れて地上へ戻ります。はい、手を横に置いたらかかとを起点にして90度回転します。はい、上がります。シューン、中国でシューンっていきます。はい、開きます。かーい、はい、閉じます。ふー、はい、降ります。じゃん、はい、開きます。かーい、閉じます。ふー、上がります。シューン、はい、海に下がります。じゃん、はい、開きます。かーい、ふー、シューン、上がります。はい、地上へ戻ります。4方向終わったんで足を揃えて3回合を行います。名門を柔らかく開いて気を集めていきます。1回目、はい、2回目開いて
気を感じてみてください。大号泣と大号泣の間しっかり気を感じて、はい、3回目開いて、はい、気を集めていきます。はい、今度は左足転脚で逆回りします。はい、左足を転脚終わったら左足を前に出します。体重を前へ、手は横へ、そしてニュートラルポジション、体重がちょうど真ん中に戻ってきます。ここから上がってきます。はい、体重を前に行きながら上げて、咽頭の前で手を拝むように合わせたら、そのまま雲を開きます。はいはい、ですね。はい、月日の光を今度集めて前へ行って、はい、森の中へ戻ります。はい、枯れ木を抜けて、花の精をいただきます。花の精を団柱まで持ち上げて、海へ戻ります。90度。はい、サンゴの死骸を避け、海の精をいただき、定員に入れて丹田まで持ち上げたら、地上へ戻ります。はい、左足のかかとを起点にして90度回転します。逆戻りですね。はい、上がります。雲の中へ入ります。はい、雲を分け入って、はい、雲を避けて月日の光をインドへ入れたら森へ戻ります。はい、森で枯れ木を避けて、花の精をいただき、団柱まで入れて海へ潜ります。はい、サンゴの死骸を避け、はい、心情をいただき、地上へ戻ります。OK。はい、かかとを起点に、キュッキュッ。はい、いいですか。はい、上がります。はい、上がって上がって、雲の中入って、はい、雲を避けて、はい、はい、月の怒りを集めて、インドを入れたら、森へ降ります。しんどいけどね、もう少し頑張って、森で枯れ木を避けて、花の精をいただきます。丹田に入れて団柱まで持ち上げたら海へ潜ります。はい、左足角度90度、はい、開いて閉じて、はい、柔らかくそっと上がって、うまく気を流れるように、はい、ニュートラルポジション最後になります。かかとを起点に90度、元の位置に戻ってきて、はい、上がります。シュン、インドの前で開きます。はい、はい、閉じます。森降りて、はい、開きます。閉じます。ランチまで上げて海へ、はい、真珠を見つけて原因に入れて、はい、終わります。はい、両足を揃えて、今度は周行を行います。周行というのは収めるという、要するに今多分皆さんの中で内傾がたくさんできています。この内気をせっかくの内気ですから丹田に集めます。そしてあと休むことで気化していきます。最も大切な時期です、農業でいうと収穫の時期ですね。予備校は春に種をまく、本校はその花を食物を育てるがこと、そして秋校は秋に収穫がすること。要するにその収穫しなかったらもったいないですよね、捨ててしまうわけですから、しっかり収穫やります。でその秋校は予備校の逆パターンです。予備校は小生誕日3呼吸3回合をやりましたから、周行は逆、3回合して3呼吸して小生誕日、最後あんまして終わります。はい、それをやります。はい、肩幅の広さを広げます。まず3回合、はい、1回目開いて閉じます。はい、2回目開いて柔らかく、はい、閉じます。指先まで柔らかく、はい、3回、お、はい、気を集めて、気を感じてください。誰にでも分かるはずです、気を。はい、3呼吸、左手を男性は左手を下に、女性は右手を下にして丹田の前で挟みます。もうちょっと下かな、そうそうそう。はい、3呼吸、1回目鼻吸って、ビシー、体が少し上がって、吐きます、口開きます。呼吸、細く長い呼吸です。いっぱいいっぱいまで吸ったり吐いたりしないで余裕を持って吐きます。はい、自然呼吸、リラックスして、はい、中2回目鼻で吸います。 BC 吸いながら体が上がって、はい、口で吐きます。こう細く長い呼吸です。亀の呼吸です。亀のように長生きできる呼吸です。はい、自然呼吸。はい、3回目 BC 細く長く吐きます。呼吸、体が沈んでいきます。細く長い。はい、
この状態で小生単立の状態に戻ります。実は本校では内気と一緒に唾液が口の中で溜まります。この唾液は素晴らしい妙薬です。これは科学的にも証明された妙薬ですから、これを3回に分けて飲みます。はい、まず1回目口の中で溜めて、はい、飲み込みます。この時に喉を通って胸を通って胃を通ってさっき習った丹田に落ち着くようにイメージします。そして胃ね、気持ちを丹田に集中することによって内気をここへ集めることができます。はい、2回目いきます。口の中で溜めて、はい、飲み込みます。実際には流れなくてもイメージしてください。そうすることで丹田に気を集めることができます。すごいエネルギーです。抜群のエネルギーですから、この丹田にしっかり集めてください。はい、3回目口で溜めて、はい、飲み込みます。喉を通って胃を通って丹田、へそ下2寸3寸4寸の丹田に、はい、この状態で 2,3 分、実践の時には入声を続けます。この時に意念は丹田です。丹田にどん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 気が集まってくるようにイメージします。手をふらっと楽にして、さっき言ったように膝、腰を緩めて、百会は天を向けて、下先は上棒をつけたまま、脇の下には卵を一つもなくてリラックスして、丹田に気を集めていきます。はい、今は練習ですから、2,3 分経ったことにします。はい、これが終わったら最後にあんまします。中学でとても大切にします。まず手を温めて、これで顔を9回。9回というのは陽系の数なんですね。陽の数。9回。顔にはたくさんの芯を司るツボがあります。例えば、陽白、髪の生えた芯って、目の下には四白や小球、陽流ツボがあります。これを刺激すると、すごくこう精神が安定するんです。だから、お化粧取れない程度にね、別人になったら困りますから、こう、軽くでいいです。撫でるようにでいいですかね。で最後この顎の横からです。これは胃系、胆系の大腸系のツボですから、やっぱ胃をリラックスさせる。顔を9回、2回。こう洗うようにこうしてもいいですよ。3回。でこうセットを見られるときされる方もいるんですが、実はこの髪の生え際を爪でやるとすごくいいですね。特に横は外をと言いますけども、これを爪でしっかり刺激することによって気が流れやすい。美容関係の方もトリートメントで多分こう爪で吸ってやってあげるとすごく気持ちがいいと思うんです。それも同じ効果だと思います。はい、5回、6回、7回、8回、9回、次は耳を上から下へ9回。中医学では耳は五臓六腑とつながっていると言われています。耳をしっかりあんまして、こう根元から回すのもいいです。すると五臓六腑、胃、脾、大腸、そういう内臓系が調整されると言われています。耳をです。こうマッサージする。これ9回。中医学には微振療法というのがあります。耳によく針を打つんです。するとすごく美容水菜でも美容鍼灸ではあるんですけども、耳に針を打つとすごく体が元気。なぜかって言ったら臓器が、内臓がきれいになるから免疫が上がって働くというのです。はい、耳を9回やります。はい、9回終わったことにして、次はさっき習った大椎をまず右手で9回こすります。しっかり温めます。8、9、次は左手で9回、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、最後にもう一度手を温めて、大事な腎臓、腎臓は絶対冷やさないです。温めます。ここは6回しっかりこすって終わります。あとはしっかり休んで気化を行います。はい、それではちょっと休憩して、最後今習ったやつを通しで最後やって終わりにします。5分ほど休憩したいと思います。特に初めてやってから終わるまでの体の変化を感じてみるといいかもしれないですね。はい、もうちょっと大きめにやる。はい、小生単立、肩幅の広さに広げて、はい、脇の下は卵1個、膝、腰、背中、首、力を抜きます。百会は天を向けて、下先は上を舐めます。ニコッとした顔します。はい、60秒頭の中で食べます。